それでは表題の文献を丸山が紹介します。はい、この論文はそのニューラル機械翻訳 NMT において、その処理が難しい低頻度語とか、曖昧性のある単語を、うまく取り扱ってあげようという、試みです。で、貢献は、多分おそらく、その難しいっていうものをどう定義してあげるかっていうのと、それに加えて、その難しい、ここではトラブルサムワードと呼んでるんですけど、それと、それがどういう文脈で出てくるのかっていうのを覚えておくメモリ機構を導入してあげるっていうのが、この2つが貢献で、で、これらを導入してあげて、翻訳の品質っていうのを改善しましたというような内容です。はい、実際ここからが、どういうふうにそのトラブルサムワードを定義するかっていうところで、処理の流れとしては、最初にこう普通に、NMT のモデルを学習させてあげて、でその後に、その学習データの中で正解の、単語が分かるのでアライメントツールを使ってあげて、その正解の単語に対応する元の単語みたいなのをこう結びつけておいて、で、ある条件ですね、エクセプションクライタリオンをこう満たした時に、その入力単語が難しい単語ですよっていうのをというように定義してあげるっていうような内容です。で、どういうふうに定義の仕方3つくらいあって、このアブソリュート、ギャップとランキングの3種類あります。で、順番に図を使って説明していきます。で、最初にアブソリュートですね。そのこれは単純にこう出力確率がある式1以下ならばそれに対応づく、ソースの単語を難しいトラブルサムワードとして扱うっていう話です。で、例えば、ここが、NMT の出力確率になってて、こっちの右側がアライメントの図になってるんですけど、例えば、式1が 0.5 ならばっていうので、その下に Y1 が0.8、0.31、0.20 ってあって、0.5 以下の、この Y2 と3が、0.5 以下なので、それに対応づく X1 と X3 が、難しい単語というような形になるっていうのが、このアブソリュートの、定義です。で、次が、ギャップですね。これは、そのマックス、その出力してきたところのマックスと、本当の、ゴールドスタンダードの確率の、差を取ってあげて、それが一定以上ならばっていうような定義です。で、例にもあるように、0.1 より大きければっていうことで、この定義だとここでは、多分ここの Y3 の部分が、0.1 以上こう差が開いていて、その Y3 に対応づく X3 っていうのが、トラブルサムワードになりますっていうような定義です。で、最後に、ランキング、これは単純にこう出力確率の、順位をつけてあげて、それがある一定以下、ゴールドスタンダードの確率が一定以下ならばっていうような定義で、で、ここの例で、ランキングが2、式1、2以下っていう設定だったら、Y2 の部分が、この 0.31 っていうのが3番目に当たるので、この Y2 に対応づく X1 っていうのが、トラブルサムワードになりますっていうような定義です。はい。で、ここまでが、処理が難しい単語をどう定義するかっていう話で、ここからが、実際にその今までこう定義したものを使って、翻訳をするっていうところの話になっていきます。で、順番としては、最初にこのローカルメモリーってやつで、さっきのそのトラブルサムワードと、それに対応づくようなコンテキストの、ベクトルっていうのを覚えておいてあげて、で、それをトラブルサムワードキーにして、コンテキストの、ベクトルを持ってきてあげて、で、そのエンコーダー側の出力とのなんかシミラリティを取ってあげてっていうような形でこうメモリ側の確率 と、翻訳している側の確率を最後に合わせてあげるっていうような形です。で、具体的にこう順を追っていくと、メモリ側では、最初にこのトラブルサムソースワード、SM をキーにして、ここの、括弧の中にあるように、
まあゴールドのターゲットと、あとはまあ学習データにおけるそのエンコーダーの隠れ層のベクトルですね。でまあ複数こう同じトラブルサムワードの中でも複数文脈があるので、まあ、それを平均してあげているのがその C 括弧の中に入っているものです。であとは単語単位のまあ翻訳確率っていうのが一緒に入っています。で、これを読んであげて、でその後にエンコーダーのベクトルとさっきのこの C の部分を使って、そのコンテキストアルシミラリティを計算して、で、あとアテンションの重みを使ってメモリの確率を計算して、最後にこう合わせてあげるっていう出力確率を計算してあげるっていうような形です。でデータは、まあ、ここからあと実験設定の話なんですけど、データは、トレーニングと、まあ、あとバリデーションテストで、まあ、このようになっています。でモデルは、シンプルな、NMT にグローバルアテンションがついているのがベースラインで、あとはこうなんか単語単位のなんか翻訳みたいなのをつけてるやつと、あとは、メモリ最後にメモリを足すっていうのが、まあ、この提案手法になってます。で、結果がこちらです。で、まあ、上の部分が、メモリつけなかった場合で、下の部分があの提案手法を導入した場合のブリュースコアになってます。で、まあ、結果から、まあ、このメモリっていうのを、まあ、導入してあげることで、まあ、結構いくつか評価のテストセットがあるんですけど、まあ、ブリュースコアを改善しているっていうことが分かります。でその難しいトラブルサムワードの定義による間違いっていうのが、こちらの表になってて、そのメモリのサイズが少ないときは、アブソリュート絶対値で出力確率の絶対値で取ってあげた方がいいんですけど、まあ、メモリどんどん大きくするにつれてギャップとかランキングの方が、まあ、高いスコアになるっていうことが、まあ、っていう傾向が、まあ、このグラフから分かります。でまあ、今回あとはここで注目しているのはその、まあ、処理が難しい単語ちゃんと処理できているかなっていうことなので、まあ、そこにフォーカスして、評価を行っています。で、まあ、その焦点当てている部分っていうのが、まあ、低頻度語とあとは、まあ、曖昧性のある単語、まあ、そのトレーニングデータでの、頻度の識値とか、まあ、エントロピーとかを取ってあげてその単語を、まあ、その対象を定義しています。でそれぞれ、それぞれの単語、まあ、低頻度語とか曖昧性のある単語を含むデータでのブリュースコアが、まあ、こちらになってて、まあ、ベースラインに比べてこうメモリっていうのを導入することでブリュースコアが改善できるっていうことが、まあ、この表から分かります。また、そのちゃんと単語が処理できているかっていう部分にも、ちゃんと注目していて、でまあ、ここのエラーっていうのが、ベースラインでこう間違った部分で、ここのカラムが、提案手法を導入することで直した部分で、まあ、あとはその提案手法を入れたことで増えた間違いっていうのが、まあ、表になってて、まあ、この表から、提案手法で導入することで割とこう、まあ、低頻度語とか曖昧性のある単語を、まあ、割と処理できているっていうことが分かります。はい、まとめです。まあ、ここではその低頻度語とか曖昧性のある単語の、まあ、をうまく取り扱ってあげようっていう話 で、まあ、その定義と、まあ、それを考慮した文脈っていうその文脈を考慮したメモリ機構を導入することで、まあ、翻訳の品質の改善っていうのを行いました。はい、以上です。